今回ご紹介するのは阪急電鉄京都本線の西山天王山駅です。西山天王山駅は京都府長岡京市友岡四丁目にあり、2013年平成25年12月21日に開業した阪急電鉄最新の駅です。駅は京都縦貫自動車道との交差地点に設置されました。駅舎は和風を基調にしながらも現代風にアレンジした和モダンを基本コンセプトとしています。また高速道路の高架下という立地のため、駅舎正面はガラス張りとされ、外光をより多く取り入れられる構造となっています。真上を走る京都縦貫自動車道には、当駅の開業に合わせて新たに高速長岡京バスストップが設けられ、エレベーターを介して当駅の東口と連絡しています。なお駅の整備に際して、駅舎整備費用の約20億円は阪急電鉄と長岡京市が折半し、駅前広場は市側が負担した費用により整備されました。改札口は東西に2カ所あり、互いのホームは地下道で連絡しています。またホームと改札口を結ぶエレベーターが2機、エスカレーターが4機設置されています。当駅は相対式ホーム2面2線を有する地上駅です。Thank you.
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。